ポネよこんにちはピーナツくんジョインジョインはいというわけで早速ですがこちらドドンはい読んでくださいお買い得品ここにめちゃくちゃ読みづらい問題文が入るでしょう123円おー最近ツイッターでこれ見かけませんでしたかスーパーとかでこういう風に値段が表示されてるやつあるじゃないですかはい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 そこの文字が多すぎてそこに入れようとしすぎてすごい1個の文字が縦長になってめちゃくちゃ読みづらくなってるっていうのがたまにこの日本というね国内のスーパーで多発してるんですよあそうなんですか何ですかその情報はいやちょいちょいツイッターでバズったりしておりましてですね読みづらでですね視聴者の方がはいこれの問題をポコピに作ってくれた画像を見たんですよあーなるほどこの方にお願いして本日ねこれで問題を作っていただきましたいやこの読みづらいのを当てるってことそうですスーパーの値段早お読み主婦力バトルをしていきたいと思いますよいしょよいしょ主婦力、まあ、主婦力主婦の方は、はい、すぐ分かると思うんですよやっぱここに慣れてるんじゃないいやまあ確かにスーパーに行かないとこんないびつな文字は見ないですね全7問問題いただいてますはいまだポンポコは見てないですああなるほどなんで1枚ずつ画像を出して早押し対決でいきたいと思いますオッケーオッケークイズ形式になってますのではい読んでからそれに対する回答までいかなきゃダメなんであクイズになってるのこの文章が読むだけじゃダメ問題1から4は一般常識のクイズ5から7はポコピー関連のクイズになってるんであ一般常識クイズなら負けないな絶対レッツスーパー早読みクイズなんかいるじゃあいきます第1問は店長のスマホはい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 琵琶湖です正解ははい琵琶湖正解イエーイいやーいや一瞬バグるな脳が徐々に難しくなっていくみたいな慣れないな全くこれ見てる皆さんも一緒によかったらやってくださいはい第2問はい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 、はい、僕ですね完全に今のははいどうぞはいスターバックスおーちなみに綴り言ってもらっていいですかなんで綴りなんて綴り書いてもらっていいですか綴りなんていらないだろういや一応ね一応ねじゃないよい問題数も限られてますカタカナでいいじゃん書けるでしょいや間違いがちですからねスターバックスいや待てよ待てよ待てよはいこれが U だここ U だなはい正解は STARさあ何が間違いやすいだよ別に普通じゃねえかとりあえずみんなつく0点ねクソがじゃあ第3問はもうやめないやばったはいうんも森のみんなつく間違えたら次ポンポン答えるわあれ森のバターどんぐりはぁ絶対違うじゃんポンポコイチジクじゃあ答え見ますよはい答えはどんぐりだろアボカドか聞いたことあるかもえアボカドって森のバターなんだ屈辱めっちゃ屈辱だ一般常識クイズだからねめちゃくちゃ屈辱だおいおい一般常識以下じゃねえかあの表記がバグらせるスーパーのあの変な表記がじゃあいきまーすこっからだじゃじゃんあー難易度上がってるはやっやばいわ早いって SNS ですいや早っ主婦もしかして SNS、はい、正解イエーイマジで屈辱だやばい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 一般常識でポンポコ以下見つけたいや最悪だあー最悪だ次からポコピークイズに入るんでよしこれはな第5問じゃじゃんはい、はい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 何ですか行き当たりバタリコあー知らないなその人いやいや正解は正解行き当たりバタリコはい正解よっしゃーナイタカよし何なんだ行き当たりバタリコってじゃあ第6問はいいや慣れてきたなこのちょっと見えるわけじゃないこの表記にそうはいどうぞしゃっくりですあー正解ピーナツくん辛いものを食べると起こる自分の意思とは関係なく引くという音を立てる現象といえばやめやめ
ッケーオッケー、読める読める、今同点じゃん、まさか対岸してきた、なんだいい勝負じゃねえ、20対20よし最後のやばこれで決まる。でもポコピークイズでパン返してるからね。いや全然そんなどうでもいい、どうでもいい勝って勝ちゃいいんだよ。じゃあラストいきますよ、じゃじゃん、はい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 、着ぐるみの着ぐるみの体力バトルです。5月8日ってなってる、すごい嬉しい。いや、はい、何あれなんだよ、あれそうだっけ、ルーレットのやつでしょ、ルーレットでスクワットとか、あーそうだ、縄跳びじゃないんだ。正解は、はい、着ぐるみ耐久バトル、イエーイ。ポンポコ24ボリューム4終了後にポコピーが撮った動画は、はい、なんだ、30点20ですか、30点20ですかね、30点20でポンポコの勝利、わあ、お蔵入り、お蔵入り、お蔵入りですね。これはイメージとイメージにちょっと影響ありますんで、お蔵入り。視野力、まずバスケやってたんで視野があるんですよ。視野と視野関係ないからこれ。中から読んでるから。何言ってんの？何言ってんだこいつ。中心から読む。何言ってんの？記憶力。すごいな。全てを力で負けたお前は。あなたこれだけならクイズノックに勝てるよ。マジで、イエーイ、さあ嬉しい。ということで川上さん問題作っていただいてありがとうございました。やったー、あー面白いなこれ、面白いねこれ、あと20問ぐらいできるわ、どんどん検査開きそう、いいいいいい、はい、というわけで今日見てくれてありがとうね、また明日、じゃあねペパー、バイバイ、なっちゃー、マジスーパーなんて行かないもんな、成城石井しか行かないし、ないだろ成城石井しか行きません、なんか無駄に高い都会にあるやつだろそれ、さあ